七森さんの配信で怪奇現象が起きて話題になっています。昨日の夕方、突然七森さんのツイキャスで生配信が開始されました。予告なしのゲリラ放送かと思われたこちらの配信ですが、配信画面には七森さんではなく同じくストプリメンバーであるリーヌくんの姿が、しかも音声も本人の声はなく BGM が途切れ途切れになったり無音になったりと、まるで怪奇現象のような状態に。これにはファンも機材トラブル、ドッキリなど状況をつかめていない様子でした。そんな中、ただただ画面の中で動くリーヌくんのアバターが少しシュールでしたが、それから約10分後トラブルが起こります。なんと配信画面に本来であれば映らないはずの機材の設定画面などが映ってしまったのです。ここに来てようやくファンもドッキリではなくアクシデントだと気づき、コメント欄は配信を閉じるよう促すコメントで溢れていました。するとすぐに LINE の着信音が鳴った後、配信は終了。おそらく事態に気づいた関係者が書いたものだと思われます。七森さんの天然が炸裂したと思われた今回の珍事件ですが、発端は別の人物であることがその後の本人のツイートで判明しました。実際のツイートがこちらです。なんとリーヌくんが会社の PC で作業中、誤って配信を撮ってしまったことが原因ということでした。リスナーからはリーヌくん天然で可愛いと和む声や、何事もなくてよかったと安堵の声も寄せられていました。確かに会社の機密情報や裏での音声がもし流れていたらと思うと少しゾッとしますね。ちなみにリーヌくんのツイートに七森さんが引用リツイートをしたことにより予期せぬ浮上となり、七森さんリスナーが歓喜している場面も見られました。久しぶりに七森さんの配信も聞きたいです。活動者にとっては天敵である配信中のアクシデント、過去にはこれが原因で炎上やグループの脱退につながった活動者さんもいます。僕も気をつけたいです。以上、本日のニュースでした。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。